さて始まりましたグラビティデイズ。今回もストーリーミッション頑張ってやっていきましょう。キトンちゃんはここですよ。ストーリーミッションを開始してよろしいでしょうか。はい。おじいちゃん、ここって一体みんな何してるの？彼らはな、重力嵐に家族を奪われた者たちだ。ああやっていつか戻ってくる日を待っておる。戻ってくるわけ？それはお前次第。どうだ、今が新たな世界の扉を開け、己の力の真実に近づくその時だと思うが。いや、全然言ってること分かんないんだけど。彼らを助けたいと思わんか？でも消えた町の人たちってどこに？時は満ちた。何それ、すごい。さあ、新世界の扉の先へ。エピソード6、盗まれた町。ここが扉のその先、新世界じゃ。このどこかに奪われた区画と住民たちが囚われておる。あ、おじいちゃん、なんで？本来ならば不可侵な領域だった空間が何者かの意志により活性化しておるのじゃ。お前さんならばこの領域に介入し、奪われた者たちを取り戻すことができる。もうちょっとわかりやすく教えてもらえないかな。もう何が何だかわからないんだよね。そうじゃな。とりあえず花の導きに従い、奪われた区画を目指すのじゃ。どうだ、わかるか？花の導き。まあ神は乗り越えられない試練は与えん。最善を尽くせよ。まずは目の前のネビーを打ち倒すのじゃ。ちょっと待って、置いてかないでってば。神様なら自分で民を救いなさいよねえってば。異次元世界、遺跡の道。すべてのネビーを倒せ。ネビーの数は右上に表示されております。3匹いるらしいですが、これね、ちょっと待って、来てんじゃん。あ、自慢したかったんですよ皆さんに。ちょっと待ってください。まあとにかく何が言いたいかっていうと、この基本能力、体力、重力エナジー、回復時間、落下速度と重力エナジー持続力、この4つをもうほとんどできる限り、プレシャスジェムが集まる限り底上げしといたということでございますよ。ハイパーキトゥンちゃんになる日も近い。よし、頑張ろう。というわけでネビーを倒していきましょうか。というわけでね、この重力キックがなかなか強くなってるんですよと。背中から誠申し訳ござらん。さてと、お次はあそこのちょっとぴょんぴょん跳ねてる小粋なネビーさんですね。こっちは裏側からこっちの背中を狙って重力キック、一撃で倒せないこともないかな。距離感さえつかめればこの重力キックで一撃で倒せるはずなんですが。よし、というわけで3匹のネビーさんを倒すことができました。そうすると花から光が差している。これが花の導き。ここのネビーさんを全て倒すと花が咲いて、その花が咲いてその光が差す方向に行けばまたネビーさんがいると。その繰り返しですね。花の導き、特定エリア内の全てのネビーを倒すとそのエリアの花が咲き光を発します。花が指し示す光をたどり次のエリアを目指しましょう。閉じる。よし、というわけでネビーさんがいました。速攻で片付けて畳んでやるわよ。ネビーを倒せばまた次の花が開くのかな。ネビーさんがどんどんと数を増していくのかな。なんだ、昔の駄菓子屋に置いてそうな形しやがってこいつ。口で噛み切ったら中からブルーハワイ出てくるんじゃないでしょうね。さあ、そんなジョークが飛び出していた中、このエリアのネビーを全て倒したらしいですと。花の導きは理解できたようじゃな。おじいちゃん、ね、奪われた区画はどこ？まだまだこの先じゃ、先を急げ。そしてネビーの代わりにお前がこの場の支配者となり、囚われた民を救い出すのじゃ。いいか、先を急ぐ方法があるのを忘れるな。ちなみにわしはおじいちゃんではない、創造主ゲイドだぞ。あ、ゲイドおじいちゃん、先を急ぐ方法って？重力操作中に×ボタンを押し続けると落下速度アップ。これもね、もうレベル4ぐらいまで強化させておきましたので、なかなか早いことになりますが、花が導く、こっちか。あ、上ですね、行きましょう。あ、ちょっと待って、え、プレシャスジェムが相当あるんだけど。これ
一気に乱獲だわ。いいぞ、この角度気持ちいい気持ちいい。というわけでネビーさんが下にいるのか、うん、発見。さあここら辺から距離をつけてスタイリッシュキック。あれ、壊れない。なかなか強固ですね、こいつら。よし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 。基本的にスタイリッシュキックがやっぱりやりやすいですかね、戦闘スタイルとしては。こうやって地上戦もまあいいんですけど、何かや重力キックの方が威力も高いですし、まあ、こういうお尻を狙って倒す相手だったら地上戦の方が楽なのかな。ここだ、当たらない。こうやっていささか命中率に問題があるのですが、スタイリッシュキックだとヤッフーヤッフー。よし、倒しましたか。まだか。プレシャスジェムがこうやって定期的に落ちてくれるのも助かりますね。ここだ、よし、大きいのは倒しましたよ。このエリアのネビーを全て倒した。よし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 。次咲いたところはもっと上ですか。次はよし、行きましょう。待って、プレシャスジムがこれ落ちてるんじゃないの。落ちてるんじゃなかと。あ、落ちてなかった。いや待て待て待て、え、何何これ、え、お宝お宝お宝なんだけど、本当にこれはまあ後々めっちゃ落ちてる。これ右端ほんと宝の山かよ。あそこ次に行けるんでしょうね。おっと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 、行け、よいしょ。1匹2匹、よし。で、それにしてもここは何なの。ネビーが支配する世界。あそこに遠くにいますね。いや、あれネビーなのか。これ鼻じゃね、これ鼻ですよね。違った。あそこに浮いてる浮いてる。ここだ、よし。で、あとはあっちにも浮いてますから、ここ、このエリアの全てのネビーを倒した。よし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 。この世界には隠された力が点在しておる。時には花の導きに背き寄り道してみるのじゃ。寄り道なんてしてられないよ。新しい力を手に入れたくはないか。急がば回れということもあるんじゃ。急げとか回れとか、でも新しい力は気になるな。私気になります。待って、スキル危ないよ。この木なんだろう、不思議な光が。力が入ってくる。必殺技スクラッチ、スクラッチトルネード。前方へ向かって回転しながら突進攻撃する必殺技です。重力エナジーゲージの真ん中にある赤いシグナル、必殺技シグナルが、いやいやいや、必殺技シグナルが光っているときに三角ボタンを押すことで発動します。必殺技シグナルは必殺技を使うと消えてしまいますが、一定時間で回復します。タイミングを考えて使いましょう。閉じる。マジでスクラッチトルネード、かっこいい絶対ここじゃない、絶対ここだよね。これめっちゃある、めっちゃある。これえ、これこうしてスライドできるんですよ。これよいしょよいしょよいしょ。おっと、重力スライド。タッチスクリーンの左右端を同時にタッチし続けるとさっきみたいなことができますと。よし、これ楽しいんですよね。また、あーだだだだだ、それたそれた、もったいないもったいない。一つでも逃すと大変なことになりますから。別に大変なことにはなりませんが。さあ次の花のところに着きました。ネビさんがいない様子ですが、あれ、ネビさん、あ、飛んでる飛んでる、もうトンボかと思ったよ本当に。もうよいしょ。さてと、空飛ぶネビーの相手はきついや、力尽きないように注意しなくちゃ。そうですね、重力、あっとととととと、重力が尽きてしまうと。どこだ、ここだ、いけ、待って、スクラッチトルネード、それだよ。ここでやるしかないのか。おっと、飛んでる飛んでる、くそ、やってやるぞ。狙い定めて、もうちょっと近づいて、いけ、どどどどど、このエリアのネビーを全て倒した。待って待って待って、え、何あれ、なんかやけにズゴゴゴ言ってましたけど、ひさささかっこよかったっすね。さあ次なる花のつぼみのところまでやってきました。だいぶ餃子いますね。あ、プレシャスジェムもあるぞ。これがモチベーション上げてくれるんですよ。よーし、やってやるか。地上戦もお得意ってね。よし、ここだ。あ、この貝殻のを割っておいた方がいいのか。先にこのちっこいのはもうすぐに倒せますからね。もうどこに奪われた区画があるの、も
ちょっとキトンちゃんも切れ気味ですから、よーしよし倒しておきましょうこいつを。まずよし割れました。かわいいたまたまをパキン。よし、ここで決めてやるぜ、トルネードスクラッチ、スクラッチトルネード強い強い。待て待て待て、これ自分でも抑えきれないんじゃないかこれ。え、オートマなんだけど体が勝手にうわーみたいな。あ、いやこの表現バッチリ、すげえすげえぜ。スクラッチトルネード癖になりますね。おっと、あの目の前にあるのが奪われた区画なんじゃないか。あそこが奪われた区画、そう、これが最後の導きってわけね。そうじゃ、やっとたどり着いたな。あそこにこの空間を滑る者がおる。お前が新しい支配者となれば。うん、とにかく倒せばいいんでしょ。うむ、急に物分かりが良くなったな。ちなみに奪われた区画はこれだけではない。オルドノア以外にあと2つ。え、あと2つ？その2つはまたここではない新世界に。まずは目の前の奪われた区画を目指せ。まあここまで来たんだし、やれるだけやってみるか。ふむ、完全に待ちですからねあれ。よし、やってやりましょうか。あ、待て待て待て、見逃さなかった。左端にあるの見逃さなかった俺は。よし、おっと、やけに転がってるじゃねえか。よいしょ、もうだよ。オッケー、さてと、もうないか。ないな、ないんだな。よし、突入！いけ！待て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 ！ありました！人間隕石、アタック！こいつがこの空間の支配者。やけに強そうっすね。いつもよりかは、いつもよりかは、まあ楽勝でしょう。え、ちょ、あだあだあだ、危ないが、俺の体力とそっちの体力どっちがつける。危ない。まずは冷静にスクラッチトルネードを当てましょう。よし、メンタマを破壊しました。で一回解除して冷静に相手の攻撃を見る。触手を伸ばしてきますが、ここまでは届かない。で、まだ目ん玉片方ありますから、アタックで、さらにアタック。よしよし、冷静冷静冷静、沈着。オッケー、破壊しました。で、下のこのまん丸のこれが出てくるんですよ。で、これが出てくる、赤くなってると攻撃してくるんでしょうか。してきます。危ない、これが危ないんですよまた。よし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 、あっ、ととととととと、オッケー、止まりました。この間に攻撃しておきましょう。パッチパッチ、よし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 、あ、赤くなってます。この時にはもう逃げておきましょう。危ないぜ危ないぜ、指摘を冷静に見れてる。もうそろそろじゃないかな。この一番下のゲージが体力ですからね、ボスの。お、タッチ、何これ何これ、え、タッチすると、なにこれ、めちゃくちゃかっこいいんだけど、このゲーム売れつまりこのゲーム売れるぞマジで。このゲームめちゃくちゃ面白いんだけど、なにこれめちゃくちゃかっこよかった。はぁ、キットンちゃん惚れるわこれ。というわけで、奪われた区画が戻ってきたのか。これが女の子と女の子の喧嘩なの？誰の差し金だ、ボルシーか？勝手な真似は許さない、消えろ。待て、
女の子同士仲良くしたらどうだ、神のわしに免じてな。おっと危ない。この女誰だ、なぜ私の邪魔をする。お前もこの女の仲間なのか。それならばお前も私の敵だ。クロ、お前さんは何か思い違いをしているぞ。物事は対極を捉えることが大事じゃ。私と同じく不思議な生き物と重力を操る少女クロウからの突然の襲撃。その時の私は圧倒的なまでの能力の差に怯え、その場から逃げ去ることしかできなかった。